はい。ダイワピュアラブです。日本政府の復興庁が原発の処理水に含まれるトリチウムをゆるキャラにしていました。こちらになります。政府の 原発処理水の海洋放出を受け入れてもらうための方策のようです。これについては、SNS やネットでも余計に風評被害が生まれるなど多くの批判が上がっていました。 まず、このトリチウムのゆるキャラなんですが、なんとなくね、毒を持ってそうなキャラクターなんですよね。日本政府や復興庁は、えー、このトリチウムがね、体には害はないですよ、安全ですよっていうことを言ってますよね。それにもかかわらず、なんとなく安全じゃなさそうというかね、 なんか毒を持ってんじゃないかっていうキャラクターにしてるっていうところがね、うん、まあどういうつもりなんだろうなっていうふうには思いますよね。うん。まあしかもその福島県とかね、まあ多くの県が海洋放出には反対されてますし、多くの国民がね、トリチウムは本当に安全なのかっていう疑問を持っている中でね、 まあ政府がこういうようなね、ゆるキャラにするっていうのはね、まあ本当に一体何を考えてるんだろうなっていうふうには思いますねうん。まあ今ね、揉めてる時にこんなゆるキャラなんて作ってたら余計に反感を買うだけではないかなっていうふうに思います。ご視聴いただき。 ありがとうございました。